どうもミスター V です。今回はアダルト VR ユーザーの皆様にとって非常に重要な情報をお届けします。クエスト 3S とピコ 4S という2つの新機種の情報が出てきました。これは VR 機種の2大巨頭であるクエスト2とピコ4の後継機となる可能性が高く、特に注目したい機種です。現在でもクエスト2、ピコ4、クエスト3のどれを選ぶかは難しい状況です。特にアダルト VR を楽しみたい方にとっては機種選びが悩ましい時期です。さらにクエスト 3S とピコ 4S が発売されれば選択肢が増えて、アダルト VR を見るどころではなくなるぐらい悩ましいと思います。そこで今回はクエスト 3S とピコ 4S の最新情報を紹介して、皆さんの VR ライフを豊かなものにする手助けをしたいと思います。それでは詳しく見ていきましょう。まずはクエスト 3S についてです。クエスト 3S はクエスト2の後継機で、低価格帯の定番シリーズとして正当進化すると予想されています。現在クエスト2の販売が終了し始めていることもあり、今年の9月末のメタコネクトで発表されることはほぼ確定と言えるでしょう。一番注目の機種ではありますが、現時点で確定情報はほとんどありません。名前がクエスト 3S であることは一瞬クエストストアに表記が出ていたので、おそらく確定でしょう。ただヘッドセット本体のリーク画像が何枚か出ていますが、調べた限りでは信憑性低いと思います。スペックについてはチップセットがクエスト3と同じスナップドラゴン XR2 Gen 2でフレネルレンズを採用するという噂があります。もしクエスト2と同じフレネルレンズを採用するのであれば、クエスト3のパンケーキレンズでアダルト VR を楽しんでいた人たちにとっては魅力的ではないかもしれません。フレネルレンズよりパンケーキレンズの方が明らかに映像がクリアに見えます。その分価格は下がると思いますが、フレネルレンズだとレンズとディスプレイの距離を取る必要があるので、本体のサイズがクエスト2と同じように若干大きくなる可能性があります。そういうこともあって結局クエスト3をおすすめすることになりそうです。ただしこれらの情報も確実とは言い切れません。クエスト 3S については詳細情報が出次第他の動画で紹介する予定です。さて今回主に焦点を当てたいのはピコの最新機種ピコ 4S です。以前ファンザがリリースされてからピコ4にお世話になっている人も多いでしょうから、気になる人も多いでしょう。この機種は以前から噂になっていましたが、最近になってある程度確定的な情報が出てきています。韓国で認証が通ったという情報やピコの公式ツイッターでの次期機種を匂わせる投稿から発売が近いのではないかと言われています。ちなみにピコ5については以前は発売されるという情報もありましたが、バイトダンスがピコの売り上げ不振を理由に開発を中止したそうです。アダルト VR コンテンツの進化のためにもより多くの選択肢があることが重要ですが、ピコ5を待つ選択肢は現時点では考えなくて良いでしょう。ピコ 4S の情報はツイッターユーザーのルナさんによるものです。複数の開発キットを確認し、バイトダンスの MR ヘッドセットに詳しい関係者と話をした上での情報だそうです。スペックについてはチップセットはクエスト3と同じスナップドラゴン XR2 Gen 2が搭載される予定です。これはピコ4の XR2 から進化したもので処理性能が向上すると予想されます。メモリは 12GB となってピコ4やクエスト3の 8GB から増加しています。解像度は 2160×2160、 リフレッシュレートは 90Hz で液晶ディスプレイとなっています。これはピコ4と同じです。ピコ 4S の大きな特徴は MR 体験の向上です。2台の RGB パッスルカメラと赤外線の深度センサーが搭載される予定で、ソフト面でも MR 機能を強化しているそうです。ただしアダルト VR の視聴において最も重要なのは解像度とディスプレイの品質です。自分自身クエスト3が発売されるまではピコ4を使っていましたが、今ではクエスト3しか使っていません。その理由としてはレンズの品質の良さや視界のクリアさ、 PPD や視野角の向上です。以前にも実際に見比べている動画を上げました。それほどアダルト VR の視聴において解像度とディスプレイは重要です。つまりピコ 4S の処理性能が高くても解像度やディスプレイがピコ4と同じなのであれば、クエスト3が最適な選択肢であることは変わらないかもしれません。価格についてはパッスルの強化によりピコ4より高くなると予想されます。ピコ4の売り上げが低調だったことや円安の影響もあり、安くなることはさすがに考えにくいです。
結論としては現時点では Pico 4S が発表されたとしてもアダルト VR ユーザーの皆さんは重要視しなくてもいいかもしれません。ただし Pico 4の着用感が気に入っていて MR を活用したエロゲを体験したい方にとっては選択肢として考慮する価値はあるでしょう。Quest 3S と Pico 4S 両機種とも今後さらに情報が出次第新しい動画で紹介していく予定です。気になる方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。